パーシング通常弾。終末期アクティブホーミング誘導を備えたマーブを搭載している。軌道再突入隊は弾道ミサイルにおいて地上の目標を自律的に追尾できる弾頭を言う。軌道式再突入隊あるいは軌道可能、再突入隊とも。発射後、飛行軌道を繰り返し変更しても目標を見失わないようにするため。 週末機電パフォーミング誘導が必要になる場合があり、最初期のマーブ搭載弾道ミサイルであるパーシング2でも採用されている。1980年初頭の高度化マーブの飛行試験の際の秘跡。上側の光の筋が再突入体の秘跡であり、その下の秘跡はブースタータンクのもの。右下隅に見えるのは実験場である太平洋のクエゼリン干渉からの光。 コードカマーブは、マクドネルダグラス社が試作したもので、4体制作されて、再突入体の技術を大きく飛躍させた。3体が、それぞれ1979年12月20日、1980年10月8日、1981年10月4日に、ミニットマンアイに搭載して発射された。アマフの再突入時質量は、約キログラムで、前半部は、 先端半径 2.34cm、後端半径 14.6cm で、長角20.8度の円錐形。後半部は、長角12度の円錐型をしており、全体の軸方向長さは 2.079m であった。アマフの正確な図や写真はこれまでに公開されておらず、公開されたものは、ヘアピンターンの軌道プロットとアマフらしきものの、外力スケッチのみである。 アマフの姿勢は、スプリットボディフラップと、再突入体側面に取り付けられた二つの、用フラップにより制御された。フラップの制御は、油圧装置により行われ、アマフは、弾道弾迎撃ミサイルによる迎撃を回避するために、設計された、完全自立型誘導装置により誘導されるようになっていた。レガン、フランク・ジェイアンド・アノドクリッシュネン、サティア・ M ダイナミクス・オブ・アトモス・フェリック・リエントリー、アイアー・エデュケーション・シリーズ。アメリカン・インスティチュート・オブ・エアロノーティックス＆アンド・アストロノーティクス。インク。ニューヨーク。isbn－ 一から五六三四七零四八九。https。ミサイルスレッド。チーズ。org。ミサイル。kn－ 十八。マーブスカット。バリアント。https。ミサイルディフェンシア。ドボカシー。org。 ミサイルスレッドプロリフェレーショントゥデイズミサイルスレッドノースコリア KN-18 ありがとうございます。